聞こえますか？聞こえていますか？まっすぐお進みください。そのまま先へ。完全の敵を撃ち、力を示すのです。中へお入りください。ようこそ参られました、若き騎士様。私はセシリア、騎士様を神域へ導く者。本当によく参られました。さあ、もっと顔をよく見せて、あなたのことを教えて。ああ、優しく、温かく、力強い姿。私たち人は、新しき神々と神民に多くを奪われ、今この瞬間も滅びに向かっています。それに抗う力こそが騎士なのです。滅びの時を避けるため、騎士に選ばれたあなたは、神域へ赴き、神々を倒さねばなりません。でも、いかに騎士に選ばれたとはいえ、すぐに神に挑むのは無謀と言えます。神域は人の住めぬ地、あなたを導くものはありません。神域でもし、特別な力を秘めたアニマを手に入れることがあればお持ちなさい。私に何かできることがあるか。試してみましょう。神殺しの技、神技があるとはいえ、過信せず、できる限りの準備を心がけるのですよ。騎士だけが、私たちの人の最後の希望。持てる力、持てる技、持てる可能性のすべてを注ぎ、高き神を打ち滅ぼすことを願います。さあ、お行きなさい。あなたのなすべきことをなすために、まずはこの森を抜け、神域を目指すのです。るのだ。せ騎士様、私はアルトゥ。セシリア様から騎士様の補佐を言い使っています。騎士様はこれから神に挑むのですから、いろいろと準備しないといけません。こちらの古き神の像については知っていますか？古き神は古の時代にこの地を去りましたが、今も私たち先民が信仰している神です。この地上には古き神のエーテルが残っていて、今も人々に福音を授けてくれています。福音を授かるには神域内の生物、物質から生み出されるアニマを集める必要があります。そして集めたアニマを古き神の像に捧げることで、新たな福音を授かることができるのです。その他、物品の補給から武装の作成など、何でもこのアルトゥにお任せください。あ、でもお代はいただきますよ。仕入れもただじゃありませんからね。それでは何なりと申し付けください。サブクエストはいろんな方からの依頼の一覧です。皆さんお困りのようですし、お礼も用意されていますので、お時間がある時に確認してみてください。私のバッグに荷物を預けることができます。こう見えても荷物の整理は得意なんです。ちゃんと管理しておきますから。